気になる YouTube。 好奇心で買ってみました。じゃじゃん、届きました。ビーボン、パカパカパカ、おお。スカルプ D 3800円です。この小ささで 350ml ですね。まあ、なぜ買ったかというと、あれだけ話題になってるからどんなもんかと思って買ってみました。洗った感じがどんな感じなのか楽しみです。最近こういう系のシャンプーいろいろ出てますけど、あのブームの火付け役って間違いなくスカルプ D だと思うんですね。だから買いました。と同時に、ヒカキンの頭髪は高校時代から比べると若干ボリュームが足りない気がします。おそらくもうちょっとするとハゲてくると思うんですが、今のうちにケアしておこうとも思いました。はい、うん、コンディショナーも売ってたんですけど、とりあえずシャンプーだけ買いました。よいしょ。おーおーおーおお、これ準備 OK な感じ。おお、出てきそうで怖いな、これガチで。あ、チャピチャピって出てきて、出てきてる、怖い。ちょっと一回出してみましょう。いきます。おお、めっちゃクリアだ。ジェルですね、完全に。匂いは、うわー、マジでこれめちゃめちゃスーッとするんだけど、匂いめちゃめちゃ、なんていうんだろう、あのミントみたいなさ。それじゃあ洗います。よし、ちょっとお湯になるまで待ってね。よし、オッケー。初めてここで頭洗いますね。行きます。あ、ちちちちちちマジ、ひぃ、なんか気持ちいいな。なんか美容室来たみたいです。てか熱い、これやばい、熱いぞ。あた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 。さあ、一発目はいっぱい出して、いっぱいつけるぜ。うわー、めっちゃ出しすぎたかな、これ。ほっほっほっ。おおお、めっちゃ泡立つぞ、なんだこれ。おお、泡立ちが半端ねえ。なんだこれ。おおおお、せっかくだからここで秘密兵器登場、これで書きます。ほら、頭皮まで洗ってやるぜ。うおー、気持ちいい。とりあえずね、匂いはすっごく、その何、メンソールっぽいスーッとする匂いですね。これはイメージしてなかったな。こんな強力な匂いだったんだ。学生の時使ってたシーブリーズを思い出すな、これ。何せ3800円だからね、すぐ洗い落としたくないよね。うん、よし、こんなもんかな。タッ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 、目に入った、目に入った、痛い痛い、くどいくらい洗ったんで流します。ほら、なんか抜け毛多いな、これやばいな。ほいっ、うぅ、ほいっ、うわ、なんだこれ、なんだなんだ、うわ、すっげえこれ、なんだこれ、カピカピになった髪が、これが噂の、うおぉ、うっ、うっ、うわ、結局濡れた。うわ、ここで洗うの無理やるな。はぁ、あ、とりあえずね、すっごいね、髪の毛がね、キュッキュンなんだよ、キュッキュッ。恐ろしくキュッキュになった。なんかもう髪の毛の油分全部抜き取られたような感じがしたの。今軽くタオルで拭いただけなんですけど、髪の毛がほんとキュッキュッキュッってなってんの。もう油がすべて流された感じ。これ大丈夫ってぐらいキュッキュッキュッキュになってるんだよね。一応乾かそうと思います。はい、一通り乾かしましたけども、なんか髪の毛がだいぶパリパリな気がするんですよね。これやっぱり結構強力だからってことだよね。
要するにスカルプ D のコンディショナーも買ってくれってことだろうね。別に洗った感じはまあ頭すっきりしたなーって感じです、普通に。まあこれで本当に育毛効果があるかどうかっていうのは結構持続的にずっと使わなきゃわかんないんで今日は何とも言えませんが、まあすっきりしました。コンディショナーも買おうかな。でも高いんだよなこれ、3800円で2つで7600円もするからね。若いうちからやっておくのがいいのかもしれません。まあこうやって商品紹介してみたくて買おうと思ったんですが、なんかね、いざね、お店で買おうとすると若干なんか恥ずかしいんだよね。なんかちょっと恥ずかしいから、僕は Amazon で買いました。一応動画の説明文に Amazon のショッピングリンク貼っておきます。よかったらチェックしてみてください。でもなんかね、ふんわりはしたよ。うん。とりあえず1本使い終わるまで使ってみたいと思います。デモンとデイカゲンズバーイ !90! 気持ちよかった。効果は何とも言えないけど、気持ちよかった。バイ。YouTube、YouTube、夢をつかめ YouTube。